はいああジワラの道の人は何でしょうかああはい。先生リザードンってやってほしいです。リザードンはこの前やりました。動画であるので、YouTube でしっかりと、確認してください。ピカチュウ。ピカチュウも。今度<う>リクエストしてください。 あと数ヶ月でまた次のリクエストになります。<laughs> はい、じゃあ、キューピー人形選手紹介。<laughs> はい、アメリカ生まれの人形、キューピッドがモデルらしい。株のような尖った一房のヘアスタイル。小さく短い眉毛。丸く大きく左右どちらかを見つめている目。ピンクに彩られ少し膨らんだ頬微笑むようにわずかに上がっている口角。うつむき加減の顎。<laughs> 体から少し離した位置で開き気味の腕。大きく開いた手のひら。ほったりとしたお腹2.5から3頭身のバランス。背中に生えた小さな羽判別できない性別。<ん>おいわ一体どんだけ特徴があるんだおいわてんこんなにたくさんの特徴があります。<laughs> 対して、藤原道長は平安時代の権力者摂政。ね もちづきの歌というのが有名です。もちづきとは満月のこと。空に浮かぶ満月のように、すべてが満ちたれて欠けてるもの足りないものは何もないというすごい歌です。このよう我が世とぞ思う。もちづきの欠けたることもないと思えばえすごい若かですね。過去のバトル、これまで藤原の道長対井を忠た藤原の道長対斉藤道さん。藤原の道長対徳川家光とまともな戦いをしてきましたが、今回ついに、 キューピー人形と戦わされまーす。残念。<laughs> さあ、そういうわけでみんな。どっちが勝つか予想してもらいましょう。<laughs> では、キューピー人形は勝つと思う人。<laughs> あー、一番勝つわけじゃん。おー、二票。では、二票が勝つと思う人。え一 <laughs> 票二票三票,票,票,票。票票では、見ていきましょう。<laughs> じゃーん。さあ、体力を決めての3回勝負。 体力は合うキューピー人形。アメリカで生まれて115年目。明治時代の末ですね、日本で言うと。HP は115歳なので、HP は115。体力115だ。藤原道長は62歳で死にました。体力、HP は62。さあ、3回の勝負で相手の HP を0にした方の勝ち。<れ>最初の戦いは 飛ぶーいやたバトルはピはい、キューピー人形。小さな羽がついているそう。うん、あまあでもちっちゃいので攻撃力は10止まり愛 <laughs> して藤原の道長は飛べないでしょ。飛ば,飛ばん飛ばんわね。月を見上げることはあっても飛べんわ <laughs> 攻撃力はゼロ。 攻撃大きほが、きい相手に攻撃します。キューピニングの攻撃で、藤原の道チにガニ、ジダメージだガンジュニサイだった。わかんじにジった。権力はちょっとノタいんじゃー。 はい、キューピー人形、よく真似される。知ってましたかアメリカで生まれたキューピー人形と日本のキューピーマヨネーズは別です。キューピーマヨネーズ、キューピーと関係ありません。一緒じゃないです。たまたま偶然似てるように見えただけ。たまたま偶然です。真似したわけじゃないと信じたい。キューピー人形はね湯が大きい湯ですからね。キューピー人形だった。キューピーマヨネーズ。キューピーマヨネーズは湯は大きい湯。キューピー人形はキューピーですからね。 あくまでも別のものなんです。攻撃力は1位いい藤原道長はドンはい、セッこちらは<ー> !1 番の権力者攻撃力は 100! ドン !9 ピニ人形に100のダメージ。ーじゃあ最後の戦いは ?OK!You, m 終わったバトルはドン。うん、はい、キューピニーよ。元はキューピット恋の矢で攻撃。攻撃力はハート。ハート。まさかの攻撃力ハートが出たぞ。なんだそれ<ー>ジェロとアジアじゃないハジゃ,ゃないから。サダイショウ。藤原の道だが、ね。一番偉い軍人であるサダイショウも務めてます。

というわけで今日の勝負、キューピー人形の勝利となりました。<laughs> <laughs> さて。